界各地を旅する外国人男性が投稿されたもので、物を盗まれる心配をする必要がないこの街がとにかく大好きなんだとした上で、東京がいかに安全な場所なのかを紹介していらっしゃいます。東京は本当に安全な場所なんだ。1200ドル相当のドローンを収納するバックパックを通りに置いていても触れる人は誰もいない。他の国の通行人ならあれを盗めばお金持ちになれるかもと考えるか、僕のような顔立ちをした人間が仕掛けた爆弾だろうと考えるだろうね、かっこ笑い。自転車は鍵をかけずに放置しても問題がないし、携帯電話やお金を路上に置いたって誰も気に留めない。ちょっと大げさにやってしまったかもしれないけれど、この先僕だって東京で窃盗に遭うかもしれない。そうかもね。だけど東京にいるときは犯罪に遭う可能性のことなんてちっとも頭にないよ。実際に日本に来て暮らして治安の良さに驚いた外国人はかなり多いようで、コメント欄には賛同を示す声や日本での体験談が数多く寄せられていましたので、その一部をご紹介します。海外で話題の動画は下の説明文内のリンクからご覧ください。